あれだと、役所を追いよりか、国民が追い詰められておられるからやってるわけで、本当にですね、ありがたかったなと思います。で、その、難波さんたちとお話をしててですね、この国会に、その、土曜日、法案が、郵政の法案が出てくるんですね。次の、というかもう26日からの、来週からの国会に。で、それは何かというと、土曜日の郵便を、もうやめさせてくれということです。そうすると何が起きるかというと、そこで働く人たち、働く人たちはですね、あ、大丈夫かな、5万人ぐらい、要するにリストラされる危険性があるわけです。で、皆さんおかしいと思いませんか？郵政を民営化すればサービスは良くなる。今もどっかで言ってますよね。サービスが良くなるとか、なんとかをすればなんとかだとか。嘘っぱちでしょ。その、私がですね、世界の郵政見てみて、大体成功してるなっていうところはですね、すごく、こう、一体感を強めてるところなんです。バラバラにしたり、なんていうかな、一人一人をこう分断させたりしたところが、やっていけるわけないですよね。でも、私、何曜日かな、土曜日に、九州のリーダーたちに講演をしますけども、下を向かないように、絶対に下を向かないように、これ、必ずですね、再生できます。っていうのは、例えばシンガポール、シンガポールで行くと、テマセックっていう、投資会社があるんです。ものすごい大きな会社ですよ。人口、シンガポール、リー・クアンユー先生が、私にいろいろご指導いただいてた時から、もう、それずっとあるんですね。投資をやる人だったらご存知だと思います。で、シンガポールの、まあ、簡単に言うとですね、シングテル、シンガポールテレコム、あるいは、シンガポールポスト、いろんなものがですね、テマセックっていう、まあ、投資会社の、まあ、簡単に言うと、その上に成り立ってるわけです。つまり、セーフティーネットがしっかり張られた上で、それで競争していくわけです。アメリカ、これになんか文句言ったこと一回もないです。そもそもアメリカの方が、郵政は後者でやってますからね。で、今度の、土曜日だから明日かな。明日の講演ではですね、どうすれば、私が大臣の時にやらせていただいた郵政改革法案に近いものにできるか。で、それはですね、キーワードはネットワークです。大規模、独占、集中、それから搾取のこのシステムをですね、ネットワークを横に持っている人たちは、それから逃れることができるわけです。それから逃れるって言ったら、今日抽象的なこと言ってんで、分かりにくいかも分かりませんけど、明日絵を描きながらですね、それをやらせていただきます。小規模、分散、共同、そして共生、未来への責任というシステムに変えていく。で、それがブロックチェーンやですね、いろんなことでできるようになったわけです。で、いろんな経営者が来てますけども、単なるコストカット、カッター、リストラの人たちは、こういうリーダーは組織を温かくしません。弱くします。で、いろんなそのところにもですね、私のところにももう悲鳴のような、もう社コストカッターの社長が銀行から来て、ぐちゃぐちゃにされたとかね、そんな話がいっぱい来てます。債務者保護議員連盟の会長もさせていただいてますけども、そうじゃないんですよ。そんなコストのカットっていうことじゃなくて、そのお役立ちの事業をしなきゃいけない。郵政で言うと、例えばですね、郵政独自のその地域通貨、あるいはお見守り、あるいは今もう高齢化してですね、お家にいろんなものを届けることができなくなってる。そういったものが社会的にできる、あるいは移動を手伝う、いろんなことができるわけです。ニーズが変わってきてるんですね。で、そこをですね、掘り下げてシステマティックにやるにはどうすればいいかっていうのは明
お話をさせていただきます。それから昨日は例の汚染処理水の話ですね。で、62の各種放射性物質、それがどのように、説明をされて、どのように取り除かれていると言われていて、そしてそれがいつどういう根拠で放出されようとしているかっていうのを、安倍智子さんと石垣のり子さんと一緒にですね、議論しました。あれ全部、N 庁、それから規制委員会、それが説明をしていること、それがですね、を時系列で、示してみたいと思ってます。で、なんでそんなことするのと、もうそんなことやったって、原発村ってもうすごいからまたやられるよと言われますけども、もうある意味片道切符でもいいと思ってるんです。こんなね、テレビによく出させていただいてる時も本当のことを言うとそこだけはもうカットさせられてた。でもですね、もう、昨日かな、ある政党の新聞に、官邸がそのテレビも全部チェックしてたと、チェックして、まあ、圧力まがいのものをかけてたんでしょう。でもですね、これ圧力かかんないじゃないですか。もちろんその SNS をね、中国のように止められたらこれもお手上げですよ。だけどそこまで行くにはまだ時間がある。だからその前に自由の連帯を広げときたいんです。真実をちゃんと言える、そういう連帯を広げときたいんです。それでこの B の結びにですね、右左で見る見方をもうやめた方がいいっていうことを仲間にも言いたいと思います。日本の右左、今大統領選挙の討論をご覧になっててもお分かりだと思いますけども、アメリカはだいたいそうですね、政治的なスタンスが13とか14あるんですよね。ものすごく広いんですよ。日本の右翼って言われる人たちはアメリカに行けばどうですかね。その従属右翼、傀儡右翼、傀儡保守、つまり誰かに自分の頭をもたげられて、押さえつけられてですね、弱い人たちに強がりを言うっていうのは最も蔑まれる、軽蔑される、蔑まれるじゃない、失礼、軽蔑されるんですね。そりゃそうでしょう。強い者にペコペコして、そして弱い立場の人たちに強く当たると、そういうのがいっぱいありますよね。でそれは右翼でも何でもない、保守っていうのは過去の歴史や伝統をしっかり踏まえるということ。私書道とか、それから歌とか、そのできるだけご紹介するようにしている。でそれは何かというと、文化を通して日本の良さ、歴史を学んでもらう、いや一緒に学ぶためなんですね。で国会議員もですね、いやもう今立憲民主党で左旋回したからついていけないやと、あるいはもう分裂した民主党、もう、なかなか次は難しいからっていうんで、もう長いものに巻かれる人たちがいますが、戻ってきてください皆さん、僕の元に。そして自民党さん見たら分かるじゃないですか、幅広いじゃないですか。幅広い中を一生懸命議論するんですよ。そして決まったことを実行すればいい。右とか左じゃないんです、今の。公正か不公正かなんです。憲法や法律がちゃんと守られてるか、憲法を守らない人に憲法改正を言う資格は全くないです。昨日ですね、ヒアリングで、元の学長先生、日本学術会議の会長の大西先生がですね、来ていただきましたね。で、なんであんな30年ペーパーができたのか、先生はやっぱりすごいですね。議事録見ると前もあんなことやってたっていうことが分かったんですね。で事務局長がその会長のもとで
ジムを滑るんですけど、絶対出てこないですね。で、出てこれないはずなんですよ。出てこれないはずっていうんじゃない、あの出てきにくいんだと思うんです、本当のことを。で、あの時に思ったのは、そのすっごくこうなんていうかな、隠してるポイントが、その GoTo の時もそうなんですけども、まあ、あの女性の官僚の方にはすいませんね、私がコミュニケーションがしにくいって言ったんで、それはもう取り消して謝りますけども、あのなんでコミュニケーションがしにくいかっていうと、隠せって言われてるからでしょ、隠さなきゃいけないことがあるからでしょ、あの方が悪いんじゃないんですよ、隠さなきゃいけないって言ってるそこの部分がもう明らかに見えてくるわけです。で、ぜひですね、これを見てる、例えば、まあ、名指しをして悪いけども、私、民主党時代に親友がいたんですよね。藤末健三さんって言って、彼も参議院議員で、今も参議院議員ですけども、藤末さん戻ってきて熊本で戦ってよ。一緒にね、藤末さんがツイッターを教えてくれたんですよ。大臣の時に。藤末さんがボクシングも教えてくれたんです。藤末さんはボクシングの選手なんですよね。で、レパード玉熊さんのところにですね、連れてっていただいて、世界のチャンピオンですよ。チャンピオンから教わって、で、藤末さんとスパーリングやってたら、藤末さんってもう何でも一生懸命になるから、だいたい2ラウンドとか3ラウンド、そのラウンドが数えられないんですよね。いつまでもやるのはやめてください。で、明るく本当に才能の、今日漫画議連の話をしてました。日本のそのクールコンテンツっていうかな、すごいコンテンツの中に漫画がありますよね。明治大学の学長さんも来られて、あるいは集英社の社長さんも来られて、その漫画のそのなんだ、良さをしっかりとこう伝えることができる、そういうものを作ってくれって、その通りなんですよね。主演者の社長さんもすごい方だったですね。なんと涼さんの涼津勘吉、こち亀ですね、こち亀の、まあ、初代の編集で秋元先生と共にですね、こち亀を作っておられた方なんですね。こち亀に出てくるキャラ、いろいろありますよね。海パンデカとか、セーラー服着たデカとか、もう色、まあ、ちょっと特殊なデカがいっぱい出てきますけど、多分あの社長さんが考えたんじゃないかなって思いますね。一日にやっぱり笑顔で過ごせるようにする、で、そのためにも右とか左とか言う前にまず独立でしょ。右とか左とか言う前に傀儡じゃダメでしょ。右とか左とか言う前にですよ、自分たちの富をその奪われちゃダメでしょ。だってもう何億っていう家に住んでですよ、ボタン一個で大儲けしてる人たちに、なんで貢がなきゃ、なんでその人たちに日本の中小企業は多すぎるとか言われなきゃいけないんですか。もうなんていうかな、株の上場前にですよ、お互いその話を示し合わせてインサイダーやってるような人たちに、なんで日本の農業は守られすぎって言われなきゃいけないんですか。ぜひですね、一緒に戦っていきましょう。皆さん、藤井政権増産に立憲民主に入れってまあ余計なことかな、名指してごめんね、藤井さん、新しいところで頑張ってると思うけども、また一緒にやりたいっていう思いをね、伝えさせていただきました。じゃあ、そうですね、石破さんがですね、昨日派閥の会長を辞めると、もうそこまで言うんだったらね、やっぱり一緒にやりましょうよ。一回新進党で、だって私も岩屋君たちとですね、石破さんのビデオを見ながら勉強してったわけです。で、今も同じように僕がこうやって発信することをですね、
勉強してますよっていう若い人たちも増えてきて嬉しいです。今日ですね、青森の、立憲民主党の県会議員さんがずっとその住民の方の声を聞いてですね、それをメモにしてるんだって言われました。私もですね、ずっと県議の時から出張事務所、今週も2カ所でですね、明日11時に若草公民館、それから明後日の13時がアストラビスタミネですね。でそこでやって、それでまた東京に戻ってくるという形になります。今もですね、街宣車だがいろんなとこやると、ああここでもご飯もらったな、ここでも、お茶いただいたな、ここじゃ お漬物いただいたな、手料理いただいたな、まあ、食べることで全部覚えてるっていうのもあれですけども、教育フォーラムとかですね、皆さんやらせていただきました。今もやらせていただいてます。でもう、解散、昨日ですね、夜帰ってきたら、ある親しい自民党の国会議員さんが、梶浦さん、もう解散は年末年始ですばいと、もう負けんようにしてくださいということでした。もうかなりの、方ですけども、年末年始って言い切るところが、まあそれはね、解散は菅総理しか分かりませんけども、まあ普通考えたらそうですよね。立憲民主党が、数が揃う前に解散をしちゃえと、あと1年しかありませんから。で、私のところももうサードギアまで入れます。で、これをご覧いただいている方ですね、47都道府県全部回ろうと思いますけども、こういうコロナの時期なんで、ズーム会議でも何でも結構です。30分でもいいんで、こうやって企画するから話を してくれということがありましたらやらせていただきますし、今週もですね、また持続化給付金の A さんたちとのズーム会議もやらせていただきます。じゃあ、今日はこのレイニーブルー、優しいパープルバイオレットカラーの繊細な雰囲気、本当ですね。これレイニーブルーってあんまり咲いてないんですよね。ちょっとどんな、おお、いい匂いですね。レイニーブルー、パシュミナ、あ、パシュミナそんなに匂いしないですね。おお、これレイニーブルーってすごいいい匂い。では皆さん良い一日を。ウィスヤさん、ごめんね、余計なこと言って。失礼します。トゲはこれ結構すごいんですよ、これ。これ。ね、綺麗な。花にはトゲがあるっていうけど。ああ、私も綺麗な花にトゲを刺されたこともありますな。はい。では、ごきげんよう。失礼します。ありがとうございます。